はい、どうも様です。さあ、本日はですね、久しぶりのポケモンカードになります。まあ、ポケハはね、なかなかね、私が分かんないこともあって、ちょっとガチャをね、引くのためらってたんですが、今回ですね、こんなガチャ見つけました。ポケモンガチャ、ハイパーボールということで、当たりがですね、なんとリーリエちゃん。あの、私が唾かけちゃったリーリエちゃんですね。と、マッシブーン GX、カップデテフ。そしてこの横がね、マリオピカチュウですよね、これね。一時期ちょっと安く手に入ることもあったんですが、最近ちょっと高いみたいですね。そしてウルトラネクロズマと、はい、当たりが出なくても SR 確定ということで、今回かなりね、キラキラしたオリパになってくると思います。まず一パック目。はい、おいおい。あ、こっちが当たりかな。はい、ヒポタタスと、ヒポポタス。コリンク。最近のポケモンの名前ね、ちょっとね、読みにくいっていうね。はい、どうでもいいですが。行きましょう。はい、パリキア GX か。もうここら辺まで来るとね、これダイヤモンドパールとかでしょ？水だったんだ、この見た目で。かっこいいっすね。なんかドラゴンタイプってやっぱかっこいいよね。ポケカは結構ね、イラストが好きで、集めたりしてます。オッシュロトム出たこの、なんか家電みたいなやつね。はい。ズカイドス。ん？これあれじゃない？パキキファロサウルスじゃない？これ。雪の王来ました。ユーマですね。VZ。これかわいいな。なんか水の透明感がエロいね。よいしょ！EX! こんなのいいんだ。エレメンタルフェザーという、なんかすごいかっこいいな、こういうの。マッキンキンのね、ポケカほんとイラストすごいしね、広瀬すずも始めてるぐらいだからね。ちょっとやっていきたいところですね。不安定、かわいいこの毛糸の感じ。EV ですね。はい。急に水彩画っぽいの来ましたね。アローラサンド。あー、サンドって水になったんだ。てか氷かな、これ。うん。鋼ね、これ。面白いね、これね。スコールピト。はい。で、当たりが、よいしょ。あ、グレイシア GX 来ましたね。これ普通にガチガチに強いカードですよね。私ポケカの対戦動画とか開封動画結構好きで見てるんですが、グレイシアは確か強かったはずです。コリンク、ヤングース。はぁ、これマングースと何ヤンキー。ヤンキーが合体したこれ。リーゼントだよね、これ多分もうね。モヒカンというかね。はい、投げつけザル。すごい名前だね。何を投げつけんだろうな。おぉ、びっくりした。スコルピと、最後スコルピ絶対来ますが、ギャルドス GX ですね。うん。滝登り、竜の災い。ドレッドストームとか書いてあるな。やっぱギャラドスってかっこいいよね。初代のポケモンなんかでもギャラドスの滝登りっていうのはね、非常に強力だったイメージあります。物理技だからね。深まる。はい。中が深まる。ポッチャマですね。これは私でも知ってる。フロスロローム。読みにくいよ。ていうか、ポケモン今もう7文字までいけんだ。デカーグースですね。多分さっきの進化系でしょ。張り倒すっていいね。はい。お、ボルトロス EX。 あ、これ懐かしいな。私が大学のなんか授業で、子供たちにですね、なんか子供たちを教育するみたいな、なんか保育園みたいなところ行った時に、私がね、なんか立ち姿がボルトロス EX、じゃあボルトロスに似てるっていうのをね、言われた覚えあります。すごい覚えてるこれ。地獄固めとか結構なんかやばそうな強いやつだ。私こんな風に見えるのか。ガバイト、ガバガバなバイトみたいなね。時給2500円みたいな。ドクロック、エレブ、ああエレブ、ケタグリ、ケタグリとか雷とかもうこれ初代でも知ってるね。初代の人でも知ってる技ですね。ポッチャマット、はい、行きましょう。こちら、おお、なんだこれ、ジガルデ EX、 めっちゃ強そう。ジガルデか。あれジガルデってこんな感じだったっけ。ジガルデ名前聞いたことあるけど、こんな見た目だった。セルストーム、あ、回復しつつ殴れるな。グランドフォースですね。回復しながら殴れるって言うとね、メガドレインとかな、そういう技を思い出してますね。夢食いとかね。うん、私もうポケモン初代しかわかんない。初代と金銀しかわかんないからね。ブイゼル、マナフィーですね。これね、なんか伝説のポケモンなんだっけ。ポッタイシ、ポッタイシ、あ、これポッチャマから進化するやつなんだ。ドクロックと、素早さ速そう。はい、お、ナッシ、はい、すいません。アローラなし出た瞬間メモリが切れました。これ最初見た時の衝撃すごかったな。めちゃくちゃ長いんだよね。全ポケモンを、同じ大きさで見れるようにした、画像があってですね。ナッシーだけなんかめっちゃでかかった気がする。ナッシーはね、初代も結構、特殊が強かったのかな。で、防御が硬いんだよね、割とね。眠らされて、ひたすら夢食いされたっていう記憶があります。雪かぶり、はい、雪の王を進化してた。深まる、はい、お城ともと。当たりが、おい、おー、かっこいい、アローラゴローニャ出ましたね。電気タイプが入ったゴローニャになります。これもね、ちょっと衝撃でした。アローラダグトリオと同じぐらい衝撃だった。やっぱ地面と電気がくっつくってどんな感じなんだっていうね、気がしますけど、最近のポケモン全然やってないからわかんないんだけど、やっぱかっこいいな、この SR のね、このレリーフっぽい感じがすごい好き。ポケカ最近すごいいいですよね。ガポッタイシ、ミカルゲ、あー、これね、知ってる知ってる。不安定、ポッタイシ。さあ行きましょう。ほい、あ、不思議花 EX ですね。毒の粉で60ダメージ与えんだ。
ね、ジャングルハンマーっていうなんか脳筋っぽい技持ってますが、私一番好きなポケモンね、不思議だねなんですけどね。不思議罠になるとやっぱちょっとな、大人感が出ちゃうよね。なんか35歳男性みたいなね。うん、あんな可愛かった不思議だねがこうなっちゃうかみたいな、なんて言うんだろう、初代からやっぱ見慣れてるからすごいね違和感が少ないというかね。 XY って書いてますが本当に初代からいるね、確かポケモンの図鑑ナンバー003だった記憶があります。最後いきましょう。これ最後やってるのがね私ですよ。ルクシオ電子レンジみたいな名前だな、EV、はい、フワライドからのピカチュウカリーディエお願いします。お、あれ、あ、ウルトラネクロズマ GX ですね。はい、一応当たり表にあったやつかな、これ多分ダブルレアなんでね。はい、あー、まあまあ当たったっちゃ当たったのか。うん、リーディエとかね狙っていったんですが、うん、ポケカに関しては割と運がいい方だと思ってたんで、今回ちょっと当てられずにね、残念でした。1万2000分購入、なんかすごい不思議花がめっちゃ抱えてるね。はい、1万2000分ね、購入したわけなんですが、見事リリーは引きませんでしたと。はい、いうことで、今日の動画は終わりです。もしこの動画が面白かったという方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして土曜日ですね、8時から、世界運ゲー旅行台湾編第1話がね、放送されるのでぜひ楽しみにお待ちください。8時です。20時です。ではチャマでした。さよなら。